夫さんは明治18年8月22日赤羽に生まれました。8人兄弟の3番目で、赤羽尋常小、東郷高等小、工科商業、神戸高校に入学しました。文字で出水商会を起こし、その後下関に進出、北十太郎氏の指揮の援助を受けました。伝馬船で新燃料軽油を船に給油する海上給油の成功、第一次世界大戦の勃発で折からの石油時代が到来、夢は大陸へ移りました。凍らない燃料を開発し取引に成功 しました。大連、朝鮮、台湾に進出、昭和12年貴族議員に当選、昭和20年終戦と同時に全てをなくしました。社員一人も解雇することなく雇用を守り抜きました。昭和26年日勝丸就航、世界最大のタンカーです。昭和28年イランの石油を日勝丸で運び、世界をあっと言わせた。砂像を愛嬌心が強く、工科教育大を赤羽に誘致、昭和41年開校、南方大社への信仰心厚く、昭和29年沖ノ島調査に協力、南方大社祈願殿地区多額の援助をしました。昭和53年11月南方町名誉町民の称号を初めて授与しました。昭和56年3月高齢のために寄与しました。